Hello, baby. スロットの未来を愛してる。Fuck you.中山です。本日は5月1日水曜日、ビッグマーチ宇都宮店さんに来ております。今回撮った台はこちらマイジャグラー4です。本日マッキーさんのスロット日報の調査によりますと、まあ、毎月1日とにかく上が大量に至るところに入っていて、全体的にチャンスがある一日となっております。ということで今回はマイジャグ4を取りました。まあちょっとゴールデンウィークその前も含め、前回のクラスレ様でまさかのマイナス9枚で現在5連敗中です。泥沼の5連敗ということで、今日は連敗脱出マイジャグにかけて、連敗脱出目指して、頑張っていきたいと思います。ではまず1枚目ではよろしくお願いします。はいはい、マイジャグ4です。まあ今日もカメラの方はマイジャグ仕様にセッティングしてあります。まあとりあえず今回も触れておきますか。今日は5月1日、令和一発目の実践取材です。まあ僕昭和生まれなんで、昭和、平成、令和と、まあ、運よく3世代生きれて、まあ、あの皇太子様じゃなくて今日はもう新天皇様か、新天皇様よりも長生きできればもう一時代生きれるってことですね。まあでも僕不健康でアウトローなんで無理かな。275、一発目はチェリーで入りました。はい、さあ光は見えますか。見えますね。さあチェリーから変わってないね。はい、チェリーレグ。はい、現在レギュラーから166ゲームです。残念ながら早くも2枚目。まああの最近の実戦では、まあ、2枚目入れるのは、まあ、普通というかもう当たり前、当たり前ですね。日課みたいになってます。もう逆に2枚目突入しないとあの落ち着かないレベル。はい、現在レギュラーから483ゲームです。残念ながら本日も3枚目、しかもノービック。これで6戦連続3枚目突入。この投手の大きさが連敗につながってますね。いや引きが弱すぎる。まあそんな状況下なんですが、本日もちょっと視聴者様から
差し入れ地酒をいただきました。こちら見えますか、こちら栃木の地酒総誉れ、はい、いただきました。ありがとうございます。ありがたいです。いつもいつもありがとうございます。ということで大酒はいっぱいもらってるんですがメダルが出ない。よし、今日こそはこちら栃木の地酒パワーで、まあ3本目、3枚目突入しましたが頑張りましょう。光ってる626酒ピカ、どうだろう。いやー、ようやくビッグが引けた。投手は25本、うん、まあここから頑張りましょう。いやー、初ビッグで25本って、もう光ってる、光ってた、今光ったのかな。220、一応残りメダル4枚、スーパースンドメ、さあスーパースンドメはどうだろう。チェリー、チェリーからの、うん、スンドメレギュラー、はい、現在レギュラーから88ゲームです。残念ながら持ちメダルはなくなってしまいました。いつも通りの追加投資26本目ですね。うん、まだビッグ1回、まあレギュラーも2回だけ。うん、このマイジャグ勝負になるのか。はい、現在レギュラーから270ゲームです。本日もまさかの4枚目。いやー、いやひどい、これはひどいですね。なんでこんなに朝から何も引けないの。これこないだのあの悪魔のゴーゴージャグラー2、悪魔のゴージャグ2と同じような感じ。いやでも今日はレギュラーすら引けてないからあれよりもひどいかな。408ゲームです。またチェリーからの、なんかレギュラーの気がする。はい、ああ光ってる。68、さっきメカ多いな。単独からの、え、トラが揃ってるってことは前に光ってたんですね。あ、予想、あ、見逃しました。やっとビッグ、投手は34本。ここから頑張ろう。40ゲーム、
早いよ。ああレギュラー。おお、中段チェリーが来てくれた。しかもゾロ目33でレインボーですね。はい、いやー、ようやくスロットっぽくなってきました。 OKOK。 422ゲーム。あー、またハマった。またメダルがなくなる寸前。寸止めは光り方変わってないよね。あー、なんとかビッグでした。よかった。お、惜しかった。チェリーで43。よし、早いぞ。光り方変わってない。うっ、できろ。またチリ11ゲーム。さあ早い早い、ゾロ目。これはビッグが欲しいよ。 OKOK。 なんとかまた復活。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ本日2回目のゾロ目ビッグからの1ゲーム連チャンス。あ、残念、トラ。ということで今またビッグ中にあの視聴者様がまたトラ差し入れを持ってきてくださって、今回はなんとこちら、はい、見えますか、エビスビールです。エビスビールの506本、こんな豪華なビールいただいちゃいました。ありがとうございます。嬉しいです、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。まあ僕ビール大好きで、でも普段はトラ、家ではあの一番安い第3のビール本麒麟、あの赤い缶の本麒麟をいつも飲んでるんで、うん、エビスビールめっちゃ嬉しいです。ということでエビスパワーで頑張っていきます。おー、チェリーで光った。126。うん、この連チャンの後食い飛びたのはでかいな。ビッグならなおいいけど。ここでラッキーマスカットを取ってのビッグなら嬉しいよ。うん、やっぱレギュラーか。チェリーはレギュラーだな。124、また同じようなゲーム。ここはビッグが欲しいよ。あー、レギュラー。はい、現在スタートから2500ゲームを経過しました。ビッグが5回、
500分の1、レギュラー7回、357分の1、ボーナス合算が208分の1です。相変わらず今日もひどい。はい、まあ今日もボーナスは良くないですね。まあ投資34本かかっちゃってるんで、まあ今日も朝からどこまでハマるんだろうと思ったんですけど、とりあえずはちょっとは連チャンはしてくれて、スロットっぽくはなってるんですけど、まあでもまあやっぱきついですね。とりあえず今日もなんとか頑張って目標はプラマイゼロまでいけたらいいなと、まあそんな感じで頑張っていきます。226、226、あれこれこれプレビア、プレビアだね、下も白い、よかった、ビッグだ。226事件からプレビアからの、さあビッグでした、 OKOKOK。はい、現在ビッグから320ゲームです。頑張って出したメダルがなくなってしまいました。またまた追加投資、35本目。いやきついですね。まあでもこのままでは終われないんで、もうちょい頑張ります。前回のジャグラーは5ジャグ2も5-5状態に1回も入らず、なので、ね、頑張ってマイマイ状態に入れたい。マイマイ状態にさえ入れれば逆転の可能性はある。おお光ってる、327。ああ追加投資してすぐ、光り方は普通ですよね。なんとかビッグ追加投資1本できたんで35本、そろそろ連チャンしようよ。61、さあ久々にちょっと早いっすよ。 OKOK、 本日初のビッグの連チャンですね。うん、さあこっから行こう。光ってる、99、ゾロ目、光り方は普通でもゾロ目だからピックがいいよ。うん、ラッキーマスカットを取ってのゾロ目だからピックがいいよ。 OKOK、 今日はゾロ目ピック3回目。まあ緩やかなピックの連チャン、チェリーで光った333、3桁ゾロ目、333333333333、レギュラー126、光り方は普通。ああ
なんとか持ちメダルつながった。はい、現在308ゲームです。メダルは全部なくなりました。もうダメです。もうこれ出ないです。あー、今日も負け。終了。帰ります。はい、データの方こんな感じです。はい、今日もボーナス確率はひどいです。いやー、引き弱すぎ。はい、グラフこんな感じです。まあ、とにかく前半が朝一からもうひどいハマり、そっからまあ連チャンもしたりハマったりを繰り返したんですけども、最後メダルなくなってもう力尽きて終了です。はい、いやー、参りましたね。これでもう泥沼の6連敗です。メダル出る気しないですけど、まあ次また明後日実戦なんで頑張ります。はい、心入れ替えます。本日5月1日ビッグマーチ宇都宮店さん、相変わらずしっかりタワーみたいな出玉、ポイントで出玉いっぱい出てました。まあ今日特にあの花火がなんか全体系全録っぽい出方してたんですよね。花火打てばよかったな。まあ僕が入場した時には開いてなかったんですけどね。詳しい手玉状況の方はマッキーさんのスロット日報の方で報告があると思います。はい、ということでマイジャグ4、今日もダメでした。今日もボーナス確率がひどい。まあゴールデンウィークあと2戦あるんで、なんとか頑張りたいと思います。はい、帰ります。お疲れ様でした。チェリーが来てくれた。しかもゾロ目33でレインボーですね。はい、